みんなはさ、知らないからさ、まあ、知らないと思うけど、エヴァンゲリオンっていう、まあまあ面白いアニメを発見して、一気に見ちゃった。かなり、2のやつしか知らないと思うんだけど、エヴァンゲリオンっていう、掘り出し物見つけたと思ったね。掘り出し物、久々に。で、今までね、まあ、ちょくちょく見てたんだけど、俺、エヴァすげえ好きなの。で、ちょこちょこ見てたわけよ。たださ、しっかり、ね、エヴァンゲリオンってみんな好き？エヴァンゲリオン好き？まあまあ好きじゃん。結構みんな好きだと思うんだよ。好きな人多いと思うの。でもさ、エヴァって、何なのって言われてもさ、あんま説明できなかったの、俺。あ、なんかさ、すげえさ、みたいな感じだったんだけど。ちゃんと調べたの、俺、エヴァンゲリオン。エヴァンゲリオン。調べたの。あ、なるほど、そういうことだったんだ、と。今まで俺全く理解してなかったわ。エヴァンゲリオン。ほんでさ、俺、シンゴジラの監督がさ、庵野監督じゃん。俺なんでシンゴジラ楽しめないんだろうと思ってたら、ゴジラ作ってんだったらエヴァ作ってくれよっていう。俺のこのピュアな感情のせいでシンゴジラが楽しめません。あれ、いつ次は、公開するの？エヴァンゲリオン。もうだって3年ぐらい経ってるでしょ。3年。3年ぐらい経ってない？いや、ちゃんと理解してなかった。だってさ、アダムとリリスって何なんだろうってさ、ちゃんと理解せず見せたら、まあまあなんか、やべえ、それが、なんか種の起源なんだろうぐらいの感覚で見せたらね、調べたらそういうことだったんだって。え、作ったじゃないの？マジで？いや、Q めっちゃ面白かったよ。なんか、ちゃんとしたエヴァンゲリオンになってたわ。精神がぐちゃぐちゃな時の庵野が描いたエヴァンゲリオンになってほっとしたわ。ああ、これじゃなきゃエヴァじゃないって思った記憶がある。ただ2回目は見なかった。切ないじゃん、なんか、と、仲間たちがどんどん離れ離れになっていくのって。切なくないか。ね、なんか歯の予告のと全然違ってたよな。やっぱ Q あれなんだ。評価低いんだ、俺なんか。多分ね、レンタル DVD かなんかで見たんだけど、最初30分何やってるか全くわかんないみたいな感じだよね。で、俺は面白かったけど。多分あの監督ってさ、天才だからさ、あれなんだろうね。もう自分の精神が反映されるところない。最初はさ、なんかちゃんと作ってんのにさ、なんかメンタルがちょっとおかしい時に書くとさ、いきなりぐっちゃぐちゃになるみたいな。おめでとうーっつって終わるみたいなさ。そこがいいんだよ。9は9で面白いんだよな。俺、巻き波が好きだから。巻き波、マリ、アーダコーダ。なんたらかんたらが。キューはアスカの声優ボロボロで投げてくる。なんか、やっぱさ、年齢が重ねるとさ、声も難しくなってくるじゃん。あ、俺ツイートしなかった、忘れてた。でも俺、エヴァの声優は劣化してないと思うけどな、みんな。当時のまま。頑張ってると思うけど。巻き波マリイラストリアル。ねえさ、リアルな話さ、エヴァンゲリオンのさ、新劇場版ってさ、次いつ、出るの？次いつなの？マジで教えてくんない？来年とか、未定なんだ。あれさ、当初のさ、予定ではさ、毎年一個ずつ出すみたいな予定じゃなかったっけ？まだ3年かかるの？うわ、思い出さなきゃよかった。もうさ、なんか、一昨日ぐらいにエヴァンゲリオン見たくなっちゃってさ、わ、全部見ようと思って、寝る間も惜しんで見たのにさ、ちょっとエンジンかけるの早かったな。エンジンかけるのが。いや、もうジョー出たのが10年ぐらい前じゃない？見たいわ。忘れた頃にまた、思い出して、しっかり見に行こう。
もちろんテレビと急激、全部見たよ。すべて見た。俺が一番好きなシーンはさ、第十使徒でさ、天から降ってくる時のさ、普通さ、エヴァンゲリオン発信ってミサトさんが言うんだけど、ミサトさんっていうね、すげえなんか、いい女がいるんだよ。俺と同じ年ぐらいの。いつも声高々言うのに、その時だけ、低いテンションで言うミサトさん。発信って言うんだよ。それが俺好き。当時はさ、シンジ君目線で見てたのにさ、ね、いつの間にか、言動目線で見るようになっちゃって、本当は、言動こんなこと思ってねえんだろうなって。あのミサトさんマジでよくねえか。あの低いテンションのミサトさん。もう、これでダメなら地球は終わりよ。っていう時の、ミサトさんな。ぜひ皆さんそこに着目して、見てください。言動目線で見られたら終わり。まあな。だってもう、シンジ君とか俺とさ、だって半分も言ってねえんだもん、年。あいつ14、15だろ。俺も31だから、さすがにさ、ミサトさんとか言動の方が気持ち分かっちゃってさ。なるほど、当時、俺がなんだこいつらと思ってた人たちはこういう気持ちでやってたのかって。ミサトさんいいよな。大人だよな。結局、使徒って何なの？俺、英語バージョン見てて、それ思ったんだよ。使徒のことエンジェルって言ってんのね、みんな。英語バージョンだと。で、それで俺は、あ、なんでだって思って、ちゃんと調べようと思ってみました。そういうことなんだよ。同じようなもんなんだよ。同じようなもんなんだよ。そう、全部天使の名前なんだよね、使徒っていうのは。神の使い、そう、神の使いの息子たちみたいな感じなの。神の使いが作った生命体みたいな。で、同じ星に二つ舞い降りちゃって、それが喧嘩してるっていう。と面白いんだよ、なかなか。みんな見てくれ、エヴァンゲリオン。そういう話なんだよね。俺も知らなかったんだよ。大体合ってるよね。同じ地球という星にそういう、なんか神の、ご加護が二つ舞い降りちゃって、片方は使徒を作って、片方は使徒以外の人類作った生命体作って、その最終到達地点が人類だったっつって。ただその人類はその生みの親がいろいろなところに行っちゃうと困っちゃうから、富士山の下で貼り付けにしとくみたいなさ。悪魔だろ。いや、ちょっと行っちゃ困るからっつって、もうキリストみたいにバチバチに貼り付けにして、なんか、そこから動くんじゃねえぞって言ってるっていう。そういうことだよね。大体合ってるでしょ。俺がなんか調べた結果そうだったっていう。意味わかんねえよな。だから俺のその前置きを見た上で見てくれ。そう、使徒はママーママーって、つって来てるだけっていうね。もう次、もう次回がもう劇場版最終回だから。でさ、俺でもね、9、まあ、一番新しいエヴァンゲリオンの映画のさ、9ってあるじゃん。9ってあるんだよ。スペル、英語のスペル、9っていう。一個気に食わないのが、俺ストーリーとか面白かったんだけど、なんかね、カオル君とシンジ君のホモみたいなね、そういう描写がすごい書かれてて、そこだけはなんかちょっと受け付けなかったわ。なんか、あれがちょっと見てられなかった。ピアノの下りとか。で、もともとあんな感じなんだろうけど、なんかね、ちょっとあまりにも、それを、が全面的に出てきてて、ちょっと受け付けられなかった。そこだけちょっと、目を背けた。画面から。なんか、あ、だからカオルくんの目は赤かったんだとかさ、綾波の目赤かったんだみたいな、勝手に俺は考察してたわ。漫画版ほぼばっかなの。あれ漫画版でも完結してんの？完結してんの？完結してんの？あ、したんだ。最後どうやって、もうネタバレして、みんな教えて。最後どうなってんの？最後どうなんの？劇場版みたいな感じで終わんの？
いや、もうネタ俺知ってるからいいじゃん、別に。あ、世界が、あれなの。あ、なるほど。え、アスカとくっつくの？映画一番面白いの教えてくれ、それから見る。じゃあ、ジョーハー Q っていうのがあって、ジョーから見てくれ。え、一緒じゃん、アスカと出会って終わりって。え、でも俺さ、それも気になったら、ちょっとあと5分エヴァンについて語らせて。なんでさ、あれさ、シンジ君と、綾波が、だ、要はアダムとリリースみたいなもんじゃん。それがなんかガチャって会っちゃって、なんかわーサードインパクトみたいに起こって、なんでさ、なんで、あの人類、あの、神の力を超えたシンジ君の実体が残るのはわかるけど、なんでアスカは残ってたの？エヴァ語るならドラえもん語るから、ドラえもんも次語らせてくれ。あれ、なんでアスカは残ってんの？あいつも神様なの？あ、シンジが望んだんだ。奇跡って言うんだよ。お前、その二人、いや、それで片付けられたらもうさ、映画とか見れねえぞ。いや、それ、じゅんちゃん、それが奇跡だよって言われたらさ、俺もう何も語れねえんだけど。それが、人はそれを奇跡と呼ぶみたいなさ。あ、奇跡なんだ。なるほどな。いいな、やっぱ奇跡ってな。あったけえな、人の力だな。トグルもそう言ってたもん。誰かのために強くなれる、それが人の強さ。今頃、あいつ、今、あれだろう。なんか一番苦しい地獄に今落ちてるから、世に考えられる一番苦しい拷問を1万年受け続けて、それを1万回繰り返されてる最初だろ。まだ20年ぐらいしか経ってないから。とんでもない、なんだっけ、妙獄門みたいなやつ。1万回繰り返してその後、に待ってるのは、全くの無駄。全くの無。B 級妖怪が。トグル兄はまだあの幻想素となってんだろうな。あのクラマのやつ。なんだっけ、あのクラマのやつ。最近ね、漫画とアニメをね、いっぱい仕入れてきたよ。キングダムってか、俺さ、何回も同じだけ見続けてるだけだからさ、2年に1回同じ話してるだけなんだよね。なんか2年前もエヴァンゲリオン見たわ、つって話して、その後キングダム見たわ、つって、有役者の話して、ドラゴンボールの話して終わった気がする。で、えなりかずきの話して、なんだっけ、その、ウエンツエイジもなかなか負けてねえぞ。あ、バカモンドも見たわ、最近。バカモンドも見たわ。最近バカモンドも全部見たわ。もう全部一緒なの。同じやつ。牛島くんも全部見た。いや、新しいものにさ、を取り入れるのって難しいよね。ちなみにハンターハンターも全部見たし、H2 も見たよ。ここ3ヶ月の間に俺だから、同じ本を繰り返し読んでるだけなんだよね。そういう人いる？なんか新しいものをやっぱ取り入れたくなるでしょ。早く忘れなきゃいけないんだよ。忘れねえと、また次読めないから。なんか鉄板を読みたいわけよ。勝負仕掛けたくないわけ。もうさ、ハンターハンターとか面白いって決まってんじゃん。だから面白いんだもん。過去の記憶がもう、俺が裏付けがあるわけだから。だからね、忘れなきゃいけない。忘れねえと。ナルトもちなみに、お、ナルト全部見たわ、ようやく。あれさ、ナルト叩かれてたの。ナルト、あ、じゃ、ブリーチも全部読んだ、最近。おい、全部読んだっていうか、の、後半、ブリーチのさ、最後の方めっちゃ良くない？あれ。めちゃめちゃ良くない？最後の10巻だけ全部読むっていう、俺の最近のブームがあって。え、ブリーチの最後の10巻めっちゃ良くない？ブリーチいいよね。アイゼンとかも仲間になってさ、いや、アイゼン仲間になんのかよって。一番熱い展開じゃん。アイゼン仲間になって。ただその、途中ごっそり見てないから、ほんと残り10巻だけ読んだから、誰この人って言って、クインシーとなんで戦ってんのっていう状態から見たけど、感動したわ。わあ、よかったねーって言って。おめでとうって言って。途中は見てない。途中は見てないわ。グリムジョーも仲間だ。俺一番好きなんだよ。全人類の中で俺グリムジョー・ジャガー・ジャックが一番好きなの。名前が好き。
ぐるじゃん、男の力を。男の気持ちをくすぐらない？全人類70億人いるじゃん、人は。俺一番好きなのグリム・ジョー・ジャガー・ジャック。二番目松井秀喜。唯一超えるね。グリム・ジョー・ジャガー・ジャック。あとザラキ・ケンパチ。もう俺がいかにも好きそうなやらしい、あいつ。腕を畳まれるっていう技食らった時のザラキ・ケンパチ。ブチーンって自分の右腕を引きちぎって。今何消したか。俺ザラキ・ケンパチの声真似もできると思うんだよな。あれ、勝ち木さんでしょ？怒り言動。そう、怒り言動の俺モノマネできるからさ。やっぱいいんだ。声優もハマるといいんだよな。カイジのナレーションでしょ？なんか、そういう俺がハマれる新しい漫画ねえかな。初代ケンパチのくだりはなんかネットでうっすら見た。進撃の巨人も見てるよ、リアルタイムで。コツ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 。もうその俺が今言った漫画以外は全部読んでないから、なんかおすすめあったら。あと、大の大冒険も読んでます。今俺の漫画レパートリー全部出した。それ以外は何も読んでない。ヒストリアも読んだ。でもなんか途中で終わってるんだ、あれね。なんか配信で、なんか面白い漫画教えて、っつったら、ヒストリア面白いぞって、寄生獣の人が書いてるやつだよね。まあまあ。面白かった。まあまあ。で、長いんだよ、ジョジョとか読みてえけどさ。長いんだよね。彼岸島もなんか、見てたわ。途中まで。途中まで見てたけど、あれ終わったの？彼岸島って。ね、彼岸島って終わった？あ、まだ終わってないの？まだ終わってないのあれ！え、どうなってんの？俺が読んだ時なんかもう、やばいことになってたよ。雲、なんか顔、でかい雲が、なんか塔みたいな、地下だかわかんないけど、鍾乳洞だか、塔だかわかんないけど、そこの壁沿いを雲がうわーっつって歩いてる。あ、ごめん。米日更新してなかった。見たいんだよな、彼岸島も。レベル E は全部読んだ。だから記憶にないんだよな。あれなんかでもアニメ化されなかったっけ？アニメ化。されてたよね。しかもなんかそれなりに、みんな話題になってた気がする。アニメ化されてたよな、レベル E。なんか面白い漫画教えてくれ。ベルセルクはちょっと読んだんだけどさ、もう絵が受け付けないってもう生理的なもんじゃん。なんかね、ごちゃごちゃしててね、俺好きじゃなかったんだよ。ただもうベルセルクみんな勧めるじゃん。ベルセルク面白いぞ、つって。で、ゴロリからもめちゃくちゃ勧められたんだけど、もうね、絵がもう好きじゃなかったんだよ。もったいないよな。もうでもそれってほんと好みじゃん。好みの問題じゃん。好みの問題。もう見たい。あれをなんとかうまいことさ、価値観変えて読みてんだよな。食わず嫌いなんだよね。いや、もう何回も見んのね、最初。で、俺、アニメで見たのね、最初。あれ、ベルセルクってさ、アニメで見ちゃいけない漫画じゃない、多分あれ。なんか、あれ作ってるところ、ちょっとなんかおかしくない？あのさ、キングダム。そう、CG で作ってほしくねえんだよな。で、キングダムもさ、アニメってさ、なんか CG みたいな感じじゃない？いや、こんなんじゃねえよ。キングダムこんなんじゃねえよって思いがすごい強かったの。3D みたいなやつにしてほしくないんだよね。男臭さが消えちゃうっていうか。だちゃんと一回記憶を消して、単行本で見るわ。で、俺のね、加藤純一リサーチだと、風俗嬢とキャバクラ嬢はキングダム好きっていう。本当に、これマジ、もう、聞いてみ？なんか趣味なんなの？私結構でもインドアでは漫画とか読むよっていう風俗嬢は、97%、キングダム好き。だから多分吸い寄せられる何かがあるんだろうな。吸い寄せられる何かが。なんかね、好きなんだよ。みんな。いや、AV、AV 女優もちょっと聞いてみるわ。ちょっと。なんか、ベルセルク好きって。あ、俺キングダムって言った。違う。ベルセルクだ、ベルセルク。風俗嬢とキャバクラ嬢はマジでベルセルク好き。
ちょっとでも年代がもしかしたら俺の上かもしんないけど、最近の若い女、ね、最近の若い女って何あれなの、好きなの、最近の若い女の流行りのアニメ、ハイキュー、何ハイキューってまさかと思うけど、あのバスケのやつ、バスケのやつ、バスケのやつ、ハイキュー、バレー、ちょっとどういう絵、どういう絵、え、バレーの漫画って面白そうじゃん、面白そうじゃない、だってかつてスラムダンクがもうバスケの漫画なんか絶対売れないって言われてて、それで出して大ヒットしたじゃん。でバレエってさ、売れてる漫画ってあんまなくない、なんだろうな、ないよね。なのにもかかわらずハイキューっていうのがその価値観を変えたのと言っても過言ではない。あ、面白いんだ。え、見てみようかな。もう野球とか結構鉄板じゃん。野球サッカーってもう鉄板で、あんまり新作来た。サッカーって面白いアニメなくない？キャプツバでもう全部完結してない？え、サッカーって面白いアニメある？あ、なんか一個あったな。ダッシュ、シュート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 。稲妻イレブン。なんか俺稲妻イレブン、キヨのせいで嫌いになっちゃったんだよな。あいつがやたら実況するってイメージがあって。いや、ちょっとやっぱ対象年齢が俺よりは低いでしょ。若めでしょ？小中学生ぐらいな感じ、稲妻イレブンって。俺のなんか勝手な認識だけど、ポケモンとかと、一緒ぐらいの対象年齢かなっていう風なイメージがあるんだけど。絵のタッチ的に。やっぱそんな感じなんだ。なんかさ、俺ぐらいのやつに向けて描いてるやつねえの？ 30 代独身男性に向けた漫画みたいにないの？キングダムとかそうじゃん。あんなのさ、女に向けて書いてねえじゃん、絶対。なんかねえの？くっす、もう、脇画みたいな漫画。臭い漫画。男臭い漫画。ジャンル脇画。あ、牛島くんか。いや、牛島くんこそでも若者がいっぱい見てる気がするわ。大人ぶりたい若者が。俺って牛島くん見てるから、マジで裏の世界分かってるから、みたいなクソ痛い若者が見てるイメージあるわ。ほんとになんか、あれってしかもでもすごい忠実に再現してるじゃん。多分いろんな人にインタビューしてさ、いろんな人にインタビューして、ものすごい裏の世界をさ、俺知らねえけど、忠実に書いてるでしょ。闇金の。だけどなんか、それを、なんかやたら日常会話に牛島くんの話してくるやつは痛い男だから関わらない方がいいって俺は勝手に加藤純一調べな。俺、牛島くん大好きなの。必ずあの映画も全部見てるし、まず俺山田孝之好きだから、牛島くんも好きなんだけど、やたら日常生活で牛島くんの話するやつは痛いって俺は。合ってるよね。合ってるよね。合ってるよな。よかったよかった。俺の認識は、間違ってなかったな。え、久保田は、内島くんの話、あ、違う。あいつはただ脳みそが足りてねえだけだから別にいいんだよ。違う。それ別に悪くないじゃん。いや、それ内島くんで見たよって。何の裏もなく、知能が足りてねえだけだから、別に、だからそういう軽蔑の仕方は俺はしてない。ただの、なんか、知恵をくれっていうイメージで見てる。別に、だから、それでカッコつけようとか思ってないから。お前ってどこでそんな漫画読むの？全部漫画喫茶。全部漫画喫茶だよ。何かと空き時間あったら漫画喫茶行くって決めてんのね。この前も終電逃しちゃって6時間満喫いたし。6時間満喫。俺デスノートはね、だから見れないんだよね。これ前から言ってんだけどさ、文字多くて見れねえんだよな。俺結構速読したい派なの。バーって読みたいのね。だからバキとかさ、ドラゴンボールとか読みやすいじゃん。ダッタみたいな、そういう漫画が好きなのね。僕が考察するにライトくんは、金曜日の夜に、マジでこういうことがあったから、きっとこうなるんだよなみたいなのがあんま好きじゃねえんだよ。ワンピースとかもなんかあんま見る気しねえんだよな。難しい。
なんか文字が多くて、難しいんだよな。わかりやすいのが好き。俺はね。エヴァンゲリオン面白かったわ。マジで。荒川アンダーザブリッジ。俺ちょっとだけ見たことあるわ。山田孝之出てたから。俺山田孝之と小栗旬はもう、俺の中でもうトップなのね。あの二人。かっこいいし、演技うまいし。アニメで、でもあれアニメが原作なんだよな。アニメが原作なんだよね。あ、もう鉄板じゃない？その二人出てたら。やっぱ若い頃から出てなきゃダメなんだよね、多分ね。なんか二十歳から始めたらもう俳優とかって遅いんだろうね。だって、山田孝之なんてさ、すげえ昔から出てない？十歳ぐらいから出てない？俺なんか、あいつと一緒に出てた記憶あるわ。あのさ、歌舞伎役者と結婚した、俺と同い年の女。うわー、出てこれ。歌舞伎役者とさ、結婚した俺と同い年の女。兄弟で、姉妹でテレビ出ててさ、そう、前田愛だっけ？前田愛じゃない方。前田愛の妹かなんか。前田、小林も、前田秋か。で子供10歳ぐらいの、あれ俺、白夜行だっけ？で白夜行だっけ？山田孝之が若者飲んだら中学生の時の役で出てて、うわ、こいつすげえ可愛いなっていうイメージがあったんだよな。やっぱね、積み重ねた結果じゃん。どんどん磨かれてさ、人間なんてさ、急にはパチンって上手くなんないからさ、階段形式じゃん。ずーっと一生懸命やって、横ばいで、ある一点が、偏差値もそうじゃない？勉強の偏差値も。ポーンって階段一本登ったらしばらく停滞して、ポーンって登って、みたいな。あれ、いいわ、山田孝之も、向かうところ敵なし。ウォーターボーイズってね、立山で撮影してたんだよ。それもまあ、正直、ある。好きになった理由として。俺は下がり続けたよ。それお前のあれじゃねえかよ。脳みそ的な。いや、ウォーターボーイズね、立山でも撮影してたんだよ。いや、立山でも撮影してたんだよ。ビーチボーイズは、ここの絵、立山のここの絵ってところで撮影してて、ウォーターボーイズもね、まあ全部じゃないよ。全部じゃないけど、立山に撮影来てたんだよ。え、ガッキーのドラムも立山なの？チューン、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 みたいなやつ。あれ？ドラマ？あれ？最近のやつ立山なの？マジで？どこでやってんの立山の？もう終わっちゃったの？どこでやってんの？立山来てんじゃねえかよ、今。